それではダウンドッグの効果を解説します。まず下肢の柔軟性の向上です。次に上半身の伸びと体重支持の筋力の向上です。そして重力ストレスの除去による内臓の鬱血の改善となります。次にダウンドッグの注意点を解説します。まず肩を屈曲しすぎないことです。次に痛いところまで行わないこととなります。それではアーサナを取っていきましょう。では手を床について四つ這いになっていきます。手のひらしっかりと開いていきますね。この時人差し指がセンターになるようにしましょう。人差し指がセンターになることによって少し手が外側に回ってね、脇が締まる。それによってしっかりと床を押せるようになっていきます。はい、では手で床を押しながらお尻を天井に向かって持ち上げていきますね。これによってこの肋骨と骨盤を引き離すように体がどんどん伸びていくっていうのを感じてみてください。でこの床を押している力ですけども、これが肩甲骨のこの内側のところにね、肋骨についている前鋸筋という筋肉になっていきます。そして骨盤を遠くに持ち上げていく鼠径部を引き込む筋肉、これは腸腰筋という筋肉になります。これによって肋骨と骨盤が開いてきますから、ここの長さを作って体がどんどん伸びていくということになっていきますね。この時まだですね、頭は下げずに手の間を見ておいてください。この方がね、手がしっかりと押せるようになります。はい、ではゆっくりとかかとを床に下ろしていきましょう。かかとが下りることによってふくらはぎ、そして太ももの裏、ハムストリングが伸びていきます。はい、でこの時ですね、骨盤が後ろに少しこう傾いて腰が丸くなっている場合ですけども、こういう場合にはですね、膝を曲げてお尻を後ろに突き出すようにしてね、この腰の反り、自然な腰の反りを作るようにしてくださいね。ここは丸くなっていると体が潰れていく形になってしまいますから、しっかりとここニュートラルに入るようにして、より強く伸びれるようにしておいてください、ね、この時今頭下げてませんから、肩甲骨がしっかりと開いて前鋸筋が入っている状態ですので、強さを保ったままここのニュートラルを作ってきてください。はい、じゃあこの長さしっかりと作ったところで、ゆっくりと頭だけリラックスしてヘッドダウンです。 Good。 無理にね、ここ膝を伸ばさなくても結構ですから、この骨盤がしっかりと入ってニュートラルの腰のね、反りが入っているところを大事にしてください。はい、で頭ですけどもね、こう頭今ヘッドダウンしましたけども、頭が強く下がってくるとですね、今度は肩甲骨が寄ってきてしまいます。こうするとこの前鋸筋が働かなくなって、体の伸びが作れなくなって、まあ、ある種これはこれでちょっと潰れたようなポーズになってきますから、頭を持ち上げてあげて、しっかりと肩甲骨を開いた状態、この状態キープして頭だけ軽く下がってくるっていうのが、頭を下げるところになります。はい、ではここからですね、少しオプションです。ちょっと難しくなります。余裕がある人だけ挑戦してみましょう。ではまず片足を後ろに伸ばしていきますね。でこの時骨盤はできるだけ動かないように床と平行な状態キープしておいてください。片足が後ろに伸びることによってより伸びが強くなりますから、軸足の方のね、太ももの裏の伸びも強くなっていきます。さあ、ここからまた挑戦です。いける人は右手で右の足首、ね、もちろん足首じゃなくても膝だとかですね、すねでも構いません。これで片手と片足になりますから、強さと同時にバランスが入ってきます。結構難しいポーズになります。はい、では手を置いて、ここから今度はオープン、開いていくバリエーションに入っていきます。骨盤を大きく開いていきます。で軸足ですけども、かかとを持ち上げて、より上に上にという力を強くしていってください。つま先少し外側に向けながら、この股関節の外側の筋肉使っていきます。中殿筋です。はい、脇の下から天井を見ることによって胸も開いていきますね。完全にオープン、体すごく大きく開いていくポーズになっていきます。はい、ではゆっくりと足を下ろして、はい、で今片足しかやっておりませんので、反対側の足もね、オプションやってる方は反対側の足も同じようにやってみてください。ではポーズから出ていきますので、まず目線を前に、
はい、ゆっくりと体重を前の方に手にかけて、はい、膝を床について、はい、お尻をかかとの後ろです。で、両手を太ももの上に乗せて正座。はい、では目をつむって自分の体の変化に意識を向けていきます。ね、呼吸の変化、体温の変化、血流の変化、ね、そして今回のポーズですけれども、肋骨とこの骨盤の距離、体がしっかりと引き伸びている、ここら辺に意識を向けて自分の体の変化感じてみてください。